大仕事が控えている。手早く終わらせよう。なぜです先生。この後に及んでまだ問いを吐くか。今見えているものが現実であり事実だ。そんな基本もわきまえぬものが民を導こうなど少子極まる。理解はしています。では悟っただろう。お前の青臭い理想など一辺の意味も持たないという現実を、国にとっても民にとっても、もちろん私にとってもだ。だったらどうして私を支えるふりをしたんですか。二つだけ利用価値があったからだ。お前はハイランドとローランスを最大の力で衝突させるための道具だった。バルトロラを反発させ暴走させる役には立った。アリーシャの理想には意味も価値もあるよ。ああ、少なくともスレイは信じてる。スレイさんだけではありませんわ。マナー弟子への最後の授業だ。邪魔しないでもらいたいな。邪魔が入るのが現実ってもんさ。そっちもよく喋るのね、この後に及んで。確かに、もはやかわすのは刃だけで十分だ。もう一つの価値のためにもな。アリーシャは下がって。わかった。シンクは落ちて。やって見せる。隙だらけだぞアリーシャ。あら、こいつの弱点は。わかりません。この方は氷河なのに正体を抑え込んでいる。終わらせる。剣を吠えろ。大人創造だ。水も終われない。気を打つ。山の踊り無限の場面。チャン、行くぞ。逃がさない。チャン、行くぞ。行きます。一刀両断。行くぞ。血に溺れすぎる。我が血は舞い踊り無限の場面。
守る。浄化などされてたまるか。真に浄化されるべきはこの世界の方なのだから。もうやめてください、先生。あなたは最下の剣士に騙されているんです。どこまでも優しいな。私はそんなお前が、ヘドが出るほど嫌いだったよ。これが現実だよ、アリーシャ。あの方の理想に身を捧げた証、後悔はない。アリーシャ、you
アリーシャ。もう嫌だ。嫌だ嫌だ。家に帰りたい。知らないよ、戦争も国も民も。駆け口を言われるのも意地悪をされるのももうたくさん。王女も騎士もやめる。ナルトロでも誰でも勝手にすればいい。みんなのためにって頑張ってもいいことなんかなかった。何もなのに、それなのに思っちゃうんだよな、戦争を止めたいって。なんか俺も同じ感じだから。騎士は守る者のために強くあれ、民のために優しくあれ、先生の言葉が耳から離れないんだ。きっと私を騙すための言葉だったのに。あの人が嘘を言ったとしても、アリーシャが受け止めた気持ちは本物だろ。それで今ここにいるアリーシャは間違いなく現実だよ。俺が保証する。みっともない現実を見せてしまった。ハイランド軍のことは任せてくれ。最後まで青臭くあがいてみせるよ。それが私だから。若いね、素であんなセリフを。すまない。何泣いてるわけ、あなたまで。だって感動して。なんか言った？別に。セルゲイはローランス軍を止められるかな。大丈夫さ、セルゲイなら石にかじりついてでも。逆に不安なんだけど。ローランスの先陣はラストンベルあたりでしょうか。様子を見てみま。ロゼはどうしてるかな。無茶してないといいけど。無茶を期待しないのは無茶かもな。ペンドラゴに行ってみれば。そんなに気になるなら。ブグヤでの融合は戦力を整えるのにかなり有効だな。はい、人間の中にも神器をはじめとした装備品の秘められた能力を引き出す術があるのですね。いらない装備もとりあえず融合してみたら役に立つようになることもあるみたいだしね。私も多少のたしなみはあるんですのよ。昔の勘を取り戻すには時間がかかるかもしれませんが。へえ、俺にもできるかな。資質がない方は頭の後ろのあたりの神経っぽい感じのものが切れる感じが耐えられない感じかと。へえ。